はい。どうも皆さん、お疲れ様でございます。ダーポンです。ダーポンが実況する、Call of Duty Black Ops 4 Free for All ステージはアイスブレイカー。今回使っていく銃はですね、パラディン、まあ、スナイパーライフルのパラディン使っていくんですけども、今回は、難関のアイアンサイトですね。こちらですね、使っていこうかなと思います。大口径1、2と、あと、あれだったかな。スタビライザーつけて構えてる時のブレを少なくしています。パック構成の方は、スカベンジャーライトウェイト、デッドスワイレス、コムセックデバイスでトルクでいきます。アイアンサイトスナイパーはですね、過去、僕も何回かチャレンジしたことがあるんですけども、非常に難易度が高いです。ね、当てれば一発でほぼほぼ倒せるんですけど、まず当てるのがすごく難しいので、まあ、ゆっくり構えながら、しっかりね、敵を狙って、戦っていきたいなと思います。で、今回は、またね、これね、アフレコ実況の形で、後乗せになりますんで、ゲームの方を解説しながら、戦っていこうかなと思います。で、今ね、アイアンサイトを構えた時の画面で、どこをどう狙ってるかっていうと、構えた時にね、画面でわかると思うんですけども、丸の中に、こう赤いポチが見えてると思うんですけど、これがね、アイアンサイトの、まあ、中心ですね。だいたいこの辺に飛べますよっていう目印になってます。なんで、この赤い点を敵に合わせて撃つようにしてます。で、パラディンのこの武器の特徴は、胴体中心から、上に向かって撃てば、弾一撃で倒せるんで、あれぐらいの距離でもね、倒すことができるんで、非常に、強力な、武器となっています。ただ、取り回しはそんなにいい方ではないので、素早く構えたりとか、っていうのはちょっとあんまり不向きなスナイパーライフルなので、じっくり狙ってね、今回はアイアンサイトで位置を目指して戦っていきます。いい流れですよ、今。スナイパーのいいところは当てれば一発で倒せるんで、まあ、すごくキルタイムが、短いので、非常にこうテンポよく、敵をアウトレンジでね、さばいていけるところが、魅力かなと思います。これね、スナイパーの人に競り負けましたね。敵の UAV がで、旋回してる。まあ、スナイパーね、FPS、よくやられてる方であれば、クイックショット、ドラッグショット、いろいろね、こうスナイパーのこの砂線と呼ばれる人たちの、打ち方があるんですけども、僕は基本的にそういう打ち方をして戦うタイプではなくて、クイックショットをやってもね、練習敵しがた上空らにやれるよと CUAV はを思展うん開ですしてける。ども、まあ、ゆっくり構えた方が命中率今のところ高いんで、僕の場合はもう構えながら戦って、スナイパーでね、キルを取っていくっていう戦い方をしてます。で、アイスブレイカーは基本的にスナイパーステージなので、まあ、ロングレンジが取りやすいのと、遮蔽物がね、少ないんで、比較的スナイパーのレンジで戦うことが、できるんじゃないかなっていう感じのステージですね。上空に敵の UAV。 倒してリロードします。で、周りを警戒しつつ、さあ、右奥に引くんですね。今のはちょっとドラッグショットに近いような、感じですね。真横に、視点をずらして、敵に会った瞬間に撃つという打ち方ですね。クイックショットはね、この構えた直後に弾を発射して撃つやり方なんですけども、基本的に、いい競り合いでしたね。横から、まあ、フリーフォールらしいやられ方だったんですけども、すごくね、いい削り合いだったかなという感じです。正面1人外します。外します。さあ、スナイパーです。今、スナイパーの方が右向いてたんで、奥に敵1人いるかなっていう感じで、今ちょっと警戒してる感じですね。で、警官中の方にやられてしまいました。14対13、1点リードします。やられて、倒して、今のはちょっとリスポンだったかもしれないですね。で、このアイスブレイカーのマップでフリーフォールするときは、比較的ここのポジションを取ることができれば、奥側からリスポンしたりとか、
反対側から来る敵を捌くことができるので、比較的ここで陣取って戦うのが、いいんじゃないのかなというふうに、思ってます。で、アイアンサイト、いいところ、まず一つ目は、スナイパーのスコープ構えたときって、周りがね、見づらくなってしまうんですけども、それがないので、比較的こう、周囲の様子がわかるので、すごくいいんじゃないのかな、というところが最大のメリットですね。で、今、ケアパケを出して、出てきたのがスナイパーヘリだったんで、一目散に取りに行ってます。スナイパーヘリは旋回している。さあ、1人倒して、後ろからワンちゃんも倒して、で、今、バリケードに当たった人、まあ、やられちゃったんですけどね、マイクロウェーブで倒すことができたという感じです。スナイパーヘリまで出せているので、非常に流れはいいんですけども、全然弾が当たってなかったですね。まあ、アイアンサイトもね、練習すればね、弾を当てるようには、なると思うのでね、最初ね、こう、スナイパー初めて使おうかなっていう人は、僕はね、ボット打ちですね。で、まず、当てる感覚を作ってから、マルチに戻った方がいいんじゃないのかなと思います。スナイパーが働いてくれてますね。どんどん倒してくれてます。ミッションタイムラインは 50% 経過。さあ、残り2キルですね。さあ、あと1点をスナイパーヘリで決めたという形になっています。はい、じゃあ、今回のハイライトシーンをちょっと解説していきたいなと思います。10キル目からですね、バリケードを置いてからの展開になります。正面に敵を1人倒して、で、バリケードでね、警戒しつつ左側も警戒して、自分の戦いやすいポジションでね、スナイパーポジションを取って、撃っていくという形です。で、次の12キル目はバリケードをうまく使って、倒すことができたのと、13キル目はこれ、綺麗にドラッグショットを気味のね、キルができたので、良かったんじゃないかなと思います。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。次回も頑張っていこうかなと思います。お疲れ様でした。